札幌市長に対戦しろ。本日の参加消防職員400名、参加消防団員400名以上、エレン。市長の上田でございます。皆様、新年明けましておめでとうございます。本日はお忙しい中、消防大学の有岡校長や北海道の多田副知事、北海道警察の高橋札幌、我々消防職員並びに消防団員は193万札幌市民の生命、身体、財産を守るため、市民の皆様と共に安全、安心を誇れる街札幌の創造に全力を挙げて取り組むことをここに決意いたします。平成25年1月6日、消防職員消防団員総勢3800名代表、札幌市消防局長遠藤千春。白石指揮隊が完成。
でダメ。吹き流しです。手を逃げ、館返し、日本通り、肝つぶし、日本花が富士山が以上をもちまして、始まりに終わります。